ある日突然シオンが唐突に願い出てきた。リムル様、素晴らしいアイデアを思いついたのですが、ぜひとも試してみたいと思うのです。ですので、しばらく時間をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。因縁の相手であるクレイマンも打倒して、ワルプルギスも無事に乗り越えて、俺も気が大きくなっていたのだろう。警戒心を抱かなかったのだ。まあいつものことであると、俺も慣れっこになっていたのもまずかったよね。シオンが口にする素晴らしいアイデアという時点で怪しく思うべきだったのである。それなのに俺はその発言を聞いても特に気にすることもなく、ふーんと思った程度だった。無論最悪の想定だけは確認したんだよ。もしかして新作の料理の試食とかじゃ。でね、でもシオンの答えはこうだった。いいえ、違います。料理ももちろん大事ですが、それはこっそりと練習してますので。それよりも私は新しい可能性に挑戦してみようかと思いまして。いやいや、こっそりって思いっきり口にしてますやん、なんて思いつつも、料理じゃないなら問題ないなと許可しちゃったんだよね。新しい可能性という言葉の重みをもっと慎重に検討すべきだったんだよ。最低でもその点について聞き直すべきだったのだが、それを怠った時点でこの惨劇は当然の帰結となるわけだ。そうして今に至る。リムル様、こちらの衣装などどうでしょう。いいや、シュナ様、リムル様にはこれがお似合いです。たまにある光景だが、今日の二人は気合が違った。特にシオン、発案者であるだけにノリノリである。そしてそんなシオン以上にノリノリな人物がいた。甘いわ。一番なのはこれ。わらわの見立てに間違いはない。そう断言するのはなぜかここにいる魔王ルミナスであった。その原因となったのはシオンだ。シオンが思いついたという素晴らしいアイデアとは、ルミナスに指示してメイドの神髄を学ぶというものだったのである。俺の秘書としてさらなる高みを目指した結果だそうだが、そうと判明したのは我が国にルミナスがやってきたからだった。わらわに教えおこうとは、貴様はなかなかに見どころがあるようじゃ。そう言ってルミナスはシオンを褒めたたえた。その上シュナまで巻き込んで、真のメイドにふさわしい衣装とやらの作成を始めたのだ。そうしていくつかの試作品が完成したところで、俺が呼ばれたというわけである。どうして俺？と疑問に思うのも当然だよね。だって俺関係ないじゃん。メイドは主人をもてなすのがお仕事なのだから、主人役になるはずの俺が試着するのは意味がない。そのはずなのになぜか俺が着ることになっている。しかもルミナスが提示した服はノースリーブで背中が大きく開いている上、めっちゃ短いスカートにヒラヒラフリルという、着るのがためらわれるようなデザインだったのだ。いやね、シュナやシオンが着るならセクシーで素晴らしいと思うよ。でもさ、自分が着るとなると違うよね。そもそも着る理由がないし、ここは流されず断固拒否すべきであった。リムルよ、これが魔王となって最初に訪れる試練じゃな。ねえよそんな試練。ふざけんなよルミナスめ、したり顔でしれっと嘘をつくなっての。ふん、やれやれじゃ。貴様がそんなに頑固だとはの。これは思わぬ誤算じゃ。こっちのセリフだよ。シュナやシオンだけならともかく、どうしてルミナスまで俺にコスプレをさせたがるんだ。しばしの間、俺とルミナスの睨み合いが続いた。先に動いたのはルミナスだ。リムルよ。なんだよ。貴様が着る着ないはともかくとして、先にデザインを決めようと思うが、どうじゃ？ふむ。このまま睨み合っていても仕方ないのは確かだし、それも悪くはないかも。問題の先送り感はあるが、
このまま平行線でいるよりマシであった。よし、俺は着ないけど、どんなものがあるのか見せてもらおうじゃないか。その言葉が決め手となり、メイド服限定のファッションショーが開催されることになったのだ。どうですか、リムル様。そう言ってシュナがピンクをベースに白のエプロンがまぶしい衣装でポーズを決める。実に清楚、そしてオーソドックス。半袖だがスカートの丈は膝下まである。胸元はしっかりと閉じられていて、蝶ネクタイがアクセントになっていた。シュナの笑顔と合わさって最強な感じ。満点だね。もうこれでいいんじゃないかな。俺は満足してそう言ったのだが、これに不満を唱えたのがシオンだった。リムル様、私の衣装も見てください。おう。シオンの言い分ももっともだ。別に勝敗を競っているわけではないが、見もせずに決めるのは失礼だからな。そんなわけでシオンの出番となった。どうでしょうか。ダメに決まってんだろうが。俺は全力で叫んでしまった。鼻血が出そうなほど際どい衣装だったのだ。まず胸、首元で結ばれているが大きく開いている。袖もなく肩までむき出しだった。そして足、ショートパンツ並みの丈なので、ちょっと動くだけでパンツが見えそうなのである。ダメですか。このエプロンを外したらおへそも見えて可愛いんですよ。余計にダメじゃねえか。却下、却下だ。俺は参加しないと宣言しているが、万が一ということもある。こんなハレンチ極まりない衣装など選択肢に入れるのもお断りである。君子危うきに近寄らずというが、俺もその言葉を見習ってシオンの衣装にダメ出しをしておいたのだ。しょげるシオンを見送ると、次はルミナスの番だった。シオンも悪くない発想じゃが、少々やりすぎておったな。あれでは下品すぎるゆえ、貴様のようにうぶなものは引いてしまうのじゃ。その点、わらわに抜かりはない。そう豪語するルミナスは自信満々で不気味である。ルミナスが着ているそれは、最初に提示していた品とは別物だった。一見するとまともだったのだが、よくよく見てみると、その衣装はいろいろと際どい点が散見される。シュナのような半袖ではなくノースリーブだし、シオンほどひどくないが、肩が半分見えていて二の腕の白さが目を引いていた。しかも背中も大きく開いているし、それだけではなくスカートも一風変わっていた。後ろは長いのだが正面が短くなっていたのである。膝下ではなく膝上丈だったのだ。膝皿まで覆った黒いストッキングにごまかされかけたが、前世の学校での制服規定とかだとアウトな感じであった。パッと見はシオンよりマシだったけど、かなりセクシーなデザインだと言えそうだ。大事なのは見せつけることではなく、相手自身にそうと悟らせることなのじゃ。気づき、これが肝にして奥義じゃな。ふーん、大したことないじゃんと思わせてからの衝撃。それは確かに女性に慣れていない者にとっては危険な魅力であった。今の俺がいい証拠であろう。ついつい視線が吸い寄せられそうになるので、意志の力を総動員して抵抗している感じだし、そうと気づかれぬように必死に頑張っていると、ルミナスがにやりと笑って追撃を仕掛けてきた。魅力的であろう。この衣装にはまだ最大の武器が隠されておるのじゃ。なんだって。俺はごくりと唾を飲み込み、ルミナスの言葉を待つ。それはの、ここスカートとストッキングの間に存在しておる。
わらわはこれに敬意を表して絶対領域と名付けておるのじゃ。ほんのちらっとだけだが、白く輝く領域が確かに確認されていた。絶対領域、それは元の世界でも耳にした言葉だ。当時は鼻で笑っていたものだが、ルミナスほどの美少女からこうして実際に見せつけられると、鋼の意志を持つ俺でさえも心が揺らいでしまいそうになる。それはそれとして、ルミナスさん、どうしてあなたが絶対領域とか知っているんですかね。自分で名付けたとか絶対に嘘だろ。ひなたから聞いたというのは考えられないが、ルミナスは俺が思っていた以上に雑学に通じているようだった。それはさておき、ルミナスの攻撃は続く。そしてこのガーターベルト、そう言いつつルミナスがちらりとスカートをまくって見せつけてきたのだ。ガーターベルト、いきなりスカートをまくし上げて輝かんばかりの絶対領域を見せつけられてしまっては、復讐してしまっても仕方ないと思うのだ。ちらっとしか見えていなかった領域が目の前に大きく広がっていた。鼻血が出なかったのは俺がスライムだったからである。ゴブタなら辺り一面血の海だったに違いない。白い太ももに入る一本の黒い線、それを目にするだけで多くを語らずともすごい説得力がある。ありよりのあり、いな、これはもう必須ですよね。採用、これはもう誰が何と言っても採用ですわ。当然じゃな。ルミナスがドヤ顔でうなずくが、それが気にならないほどの満足感であった。なるほど、リムル様は太ももが好きと。了解です。違うんだよシュナ、俺が好きなんじゃなくて男なら誰もが好きなんだよ。それをよく理解しているのがルミナスで、俺は誘惑に抗えなかっただけなのだ。しかしそこの部分は丸見えですし、弱点になってしまうのでは。シオンさんや、どうしてメイド服を着て戦う前提になっているんだい。戦闘なんて気にする必要ないでしょうよ。というかシオンの場合、自分が着ていた衣装の方がヤバかったけどね。それを棚に上げて他人を批判している場合じゃないと思うんだよ。愚問じゃな。この領域にはの、戦う際にも利点があるのじゃ。利点ですか。うむ、こうして。そう言いつつルミナスはスッとスカートの下に手を入れて何かを取り出した。それは白木の杭だった。鋭く磨かれたそれをルミナスが迷いなく投擲する。おお、俺たちの簡単の声が見事にハモった。ルミナスの放った白木の杭が窓の隙間から飛び出て野鳥を仕留めたからだ。隙間といっても換気用に1センチほど空いていただけで、そこを通すだけでも神業である。それなのに苦もなくそこから野鳥を狙えるのだから、さすがは魔王の一言であった。いやいや、そうではなく、思わず感心してしまったが、その白木の杭をどこから取り出したんだ。というかそれ以前に、今は衣装のデザインについて話をしていたはず。ルミナスの技術がすごいのは認めるが、ここでは一切関係ない話であった。それなのに、ここで新たな乱入者がルミナスを褒めたたえたのだ。素晴らしいです。私も区内の隠し場所に困っていたのですが、スカートの下に隠しておくという手もあったのですね。その通りじゃ。こうして視線を釘付けにしてぐさっとやるのも一興であろう。はい、おっしゃる通りですね。一興じゃないから。そうかも納得しないように、全然面白くないし、そういう危険な真似はやめてほしい。なるほど、勉強になります。ルミナスから学んでも方向性を間違ってるから。やれやれとばかりに俺がどう突っ込もうかと思案していると、武器を取り出すなど反則ですなどとシオンが文句を言い出した。対するルミナスは堂々たるものだ。貴
様の服には隠す余地がなかった。それが敗因であろうな。違うけどね。そんなレベルの話じゃなかったけどね。でもまあ説明が面倒だし、もうそれでいいや。この服のデザインにはの、このスカートの丈に極意があるのじゃ。長すぎると動きを阻害するゆえ、この短さこそが最適解でな。なるほど、シオン様のように短すぎると武器を隠せないということですね。その通り、短くすれば良いというものではないのじゃ。理解したか、シオンよ。ぐぬぬ、仕方ありませんね。今回は私の負けのようです。ですが次回はスリットを深く入れてリムル様を濃殺してご覧に入れましょう。ほう、スリットとは考えたの。良い心意気じゃぞ。その向上心があればいずれはわらわたちの領域までたどり着けるであろうよ。たどり着かなくてもいいんじゃないか。というか、さっきから脱線しまくりだろ。そもそもさ、メイド服に戦闘機能とか必要ないよね。俺の我慢に限界が来て、とうとうその疑問をぶつけてしまった。ようやくだ。もっと早く言うべきだったが、場の空気に流されてしまったよ。こういう時はシュナが頼れるのだが、今はみんなの意見を取りまとめてせっせとデザインにまとめる作業に夢中になっている。ツッコミ役が俺しかいなかったのが、この迷走する現状の原因だったのだ。しかし、この混迷もようやく終わる。と思ったのだが、ルミナスが俺をバカにするように笑ったのである。ふっ、愚かじゃの。それが一番重要なのじゃぞ。何をバカな。俺の知る常識とルミナスの言う常識は別物みたいだな。どうせ誰かに騙されたのだろう。誰から聞いたんだよ。間違いを正すべく俺はルミナスの知識の源泉を探ろうとした。するとルミナスは自信満々に答えたのである。ふん、それはの、ギーの従者として長く勤めておるレインからじゃ。ギーすらも納得させるあの者ならば、正しい知識を持ち合わせておるに決まっておろうが。なるほど。ギーには確か従者が2人いたはず。タイプは違うものの、メイドといういでたちだったからはっきりと覚えている。確かに仕事のできる女性って感じだった。俺たちをワルプルギスの会場まで案内してくれたのがミザリーさんで、司会進行していた方がレインさんだ。レインさんはクールな美貌の持ち主で、海戦山戦の魔王たちを前にしても堂々としていたものだ。それもそのはず、両者ともにディアブロと同等の貫禄だったのだ。ということは最低でもデーモンロードに相当するので、かなりの大物なのは間違いないのである。それなのにどうしてメイドなんてしてるんだと疑問に思ってはいたが、あのキーを相手にするならば彼女たちくらいの実力がなくては話にならないということか。ギーに認められるほどの猛者であるレインさんが言うのならば、ルミナスが認めるのも納得である。つまりメイド服は戦闘服ということで間違ってはいないのかも。そこはかとなくそんな気がしてきたよね。そろそろ突っ込むのもしんどくなってきたし、もうそれで納得すべきなのかも。メイド服のデザイン相談のはずが、どうしてこんな話になったのやら。というか、俺がこの場にいるのが一番変な話なのではなかろうか。そう思うのに誰からも疑問の声が出ることもなく、結局ルミナスのデザインをもとに改良された案が正式に採用される運びとなったのであった。それで終わればよかったのだが、そうは問屋が下ろさなかった。それではリムル様、試着をお願いしますね。にっこり微笑んだしながらそう告げられた。その笑みの圧力は凄まじく、うんとうなずくしかなかった。やっぱり
問題を先送りにした時点でこうなるのは運命だったのだ。断固拒否する姿勢を見せなければなあなあで流されてしまうものなのだが、それ以前の話としてシュナにはたまに逆らえない時があるのである。今回もそれでとんでもないことになってしまった。どういうことかというと、メイド姿に着替えた上で実際に接客してみる流れになってしまったのだ。どうしてそんな流れになったのか今となっては思い出せない。コスプレを嫌がっているうちに事態がより深刻化した感じであった。とはいえ以前にもアイドル衣装を着せられて謎のコンサートに出演させられたこともあったので、身内だけの今回の方がマシと思ったのは事実である。そんなわけで俺も諦めて渡された衣装に着替えたのだ。さて問題なのは接待の練習だが、これは苦戦しそうだった。シュナは可憐に、シオンは色っぽく、ルミナスは妖艶に、それぞれがそれぞれの特徴を出してそれを俺に押し付けようとしてくるのだ。無理キャピとかならともかく無理でできる範囲を超えていた。こんな格好で誰かを接客するなんてやっぱりないなと思ったその時、思わぬ救世主が現れたのだ。くー我をのけものにしてこそこそと面白そうなことをしておるではないか。俺の苦境を救う形となって乱入したのは言うまでもなくベルトラだった。誰もが絶句した。それもそのはず、その格好が異質だったからだ。一瞬我が目を疑ってしまったが、邪悪なまでに似合わぬメイド姿だった。筋肉ムキムキの肩から二の腕はむき出して、ショートスカートから太ももどころか素足が丸見えだ。ストッキングを履いていたみたいだが、ビリビリに張り裂けてしまっていて意味をなしていないのである。そして腹筋、色っぽさなどかけらもなく、エプロンの隙間から覗いていた。お前その格好似合うであろうが。ううん全然と思ったが、口では褒めておく。ナイスだ、実にいいぞベルトラ。そうとも、こいつが隣にいれば俺が多少変でもごまかせる。ベルトラが姿勢を釘付けにするだろうし、俺は適当に今回の任務をこなせばいいのだ。そう安堵した俺とは違い、ルミナスがこれに激怒した。おぞましい邪竜めが、いつもいつもわらわの邪魔ばかりしよってからに。シオンから相談を受けたのが発端だが、一番乗り気だったのがルミナスだ。だからこそベルドラの乱入に怒り心頭という様子であった。我に見とれてしまったかな。黙るがよい。我は知っておるぞ、その反応どうやら嫉妬だな。どこまでも空気を読まず、ベルドラがルミナスを煽り続ける。本人的には悪気なさそうだが、それらの言動が着実にルミナスの怒りを買っていた。そしてついに、せっかくの美しい思い出に貴様の汚れた姿が混じるなど到底耐えきれぬわ。メモリーイレイザー、ルミナスの大魔法が炸裂してしまったのだ。うわ、一緒にいた俺たちも漏れなく巻き込まれてしまったのだった。ルミナスが何かしたのだろうが、その先は記憶にない。不思議なことにメイド服姿だったのか気になるが、シュナやシオンたちが寝ている隙に速やかに着替えを済ませておいた。こんな格好を誰かに見られたら、それこそ何を言われるか分かったものではないのだ。それにしても一体何が起きたのやら。何やら遠くで、やわ、耳が、耳を引っ張るのはやめとか、ベルドラの悲しい叫び声が聞こえたような気がしたけど、それはきっと気のせいだろうし、ベルドラに悲鳴を上げさせられる人物など我が国には俺以外にいないからね。何かあったと思うのだが、無理に思い出そうとしても
何かとても恐ろしいことが起きたような気がして気分が乗らなかった。カイ、記憶障害の原因ですが。いや、だから気分が乗らないんだって。世の中には思い出さない方が幸せな記憶だってあるのだから、無理に説明を聞く気はないのだ。俺はその時、なぜだか聞かない方がいいと確信したのである。こうしてとある一日の記憶がみんなの中から抜け落ち、後には謎のメイド服が数着、日の目を見ることなく倉庫の肥やしになったのだった。強大な魔力の接近を感知しました。わらわの手を煩わせろって。この我に任せるがよいわ。秘書の私にお任せあれ。敵の撃破完了しました。